女子の 1000m です。14組28人の選手が滑走します。昨日は最終組で滑りました楠瀬志保が見事な滑りで優勝。2位がフランジスカ・センク、そして3位にボニー・ブレア、島崎が4位、ルーマニア・ダスカル、ドイツのフェルカーという順になりました。濱谷さん、はい、昨日は楠瀬が強いところを見せて勝ったんですが、はい、今日はどんな展開が予想されますかね。そうですね、やはり、昨日の上位3人は安定した力を持ってますので、その3人の一角を、誰が崩すか、特に今日は島崎さんが500でいい滑りをしたの で、 そうです、ね、島崎さんがチャンスが十分あると思います。逆に楠瀬さんが今日500良くなかったですね。そうですね、昨日の500は、できすぎという面もあったんですけども、はい、線では実力が発揮すると思います。今日も非常に風が強い中でのレースになっています。帯広の森スピードスケート場、気温が3度、氷がちょうど0度です。風は西の風で 2.8 メーターですが、濱さん、この旗の揺れを見ますと相当強そうですね。そうですね、もう少し風がありそうですね。この風も1000メーター特に最後の方疲れてくるところに影響が出てくるかもしれません。1000メートルは後半に入ってきました。第8組のスタートです。これから徐々に強い選手が出てきます。ドイツのモニク・ガルブレヒト、ルーマニアのミハイラ・ダスカルの組み合わせ。まずは追い風です。ここでスピードに乗ることですね。第2カーブに入ります。ガルブレヒト飛ばしますよ。黒いユニフォームがベテランドイツ26歳のガルブレヒト、アルベールビル、この種目銅メダル。18秒台できました。最も速い記録18秒87、現在のトップの記録は1分25秒99、ドイツのアンケ・バイヤーの記録です。やはり昨日と比べてかなり体の動きが良くなってますね。ガルベヒト、はいはい、伸びてます伸びてます。後ろから行っているのはミハイラ・ダスカル、ルーマニア。昨日この種目5位と好調でした。600m、かなり飛ばしますよ。50秒切るか。あ、50秒04、これも速い。いいタイムですよ。いいタイムできています。この200から 600m まで31秒17という非常にいいラップできました。1分24秒前後できますね。これは24秒前後、はい、さあしかし最後の1周辛いところ、まだ伸びてます。まだフォームは乱れてませんよ。最後小さいカーブ、はい、まだ動いてます。最後出てきて 50m が向かい風になります。はい、フォームはまだまだ大丈夫ですよ。あと50を切りました。ダスカル、ガルブレヒト、ゴリン、1分23秒台が出ました。1分23秒81、これは来てます来てます。ガルブレヒトトップに立ちました。かなり前半から積極的なレースをしてましたので、やはり体のキレも良くなったんじゃないですかね。8組16人が終わったところでトップ。そうですね、コース取りもうまく、いい弧を描いて、はい、回ってますね。さすがにこのメダリストの強さを見せましたガルブレヒト、ね、これは優勝を争ってくるタイムと考えていいですか。そうですね、このタイムがやはり目標になると思います。はい、残り3組となりまして、昨日この種目最終組で見事に優勝しました楠瀬志保、ドイツの若手ザビーネ・フェルカー。はい、楠瀬さん、前半の入りが大切ですよ、はい、中盤そして後半とレースを作るのは非常にうまい楠瀬。フェルカー飛ばしてます、はい、楠瀬さん19秒の前半で入ってほしいですね。フェルカーがどのぐらいのタイムでいきますか。19秒13、楠瀬19秒の後半ちょっと遅れましたね。ここからは非常に強いものがある楠瀬。そうですね、慌てないことですね、後半の強さは、世界の中でもかなりのものですから。そうですね、はい、昨日もその強さを見せつけました。ザビーネ・フェルカーがリードしてレースは進んでいます。随分力をつけてきているフェルカー、その差は少し詰まりました。はい、ここで楠瀬さんも少しスピード乗ってきましたよ。
600m 50秒77フェルター51秒かかってしまいました。ちょっと苦しいか。苦しいですね。ただ最後の1周は強さがあります。すいません、上がりの1周は強いですよ。昨日もナンバーワンの記録でした。まだ動いてます。最後昨日は33秒台できました。フェルターが降りましたね。ここで、詰まりましたね。ここでまたいい勝負ですね。最後の勝負になりますが、フェルカーがちょっとリード。フェルカーとクスノセまだ逆転できますよ。最後頑張る。おっ、抜き返した。クスノセ1分24秒73は第2位、フェルカー4位、最後クスノセ根性といいますかね、気合を見せましたね。やはり一緒に滑る同走者に勝つことはやはり大変大切なことですよね。スタートの遅れがやはり響きましたかね。そうですね、やはり後半の福祖さんの滑りは良かったと思うんですけども、やはり前半のスピード、特にスピードのないアウトスタートというのがやはりちょっと福祖さんには不利だったですね。ただ2周目と3周目は31秒57、33秒46ということできちんと作ってきたんですけどね。そうですね、最終一組前はロシアのオクサナ・ラビロワとアメリカボニー・ブレア。ブレア昨日この種目は3位。今日は昨日のようなことはないと思いますよ。ボニー・ブレアですか。はい、はい、100m 今日は非常に強さを見せました。乱れながらも優勝してしまうという底力を見せましたボニー・ブレア。アウトレーン18秒の後半で来ると思いますよ、はい、ラビロワとブレア、18秒の後半できました。18秒94、ラビロワもいいタイムです。ここでボニー・ブレアのバックストレートの追い方を、前の追い方を見たいですね、はい、さあどういう形で追ってきますか。後ろについてますね。ついてますね、はい、空気抵抗を作ります。この膝の角度が大変素晴らしいですね。ボスよりも完璧ですね。50秒04がトップの通過タイム。まだ回りました。来てますね。まだ1人49秒台、49秒52。滑りが大きいです。ビロアもいい記録できていますが、ブレア今日は積極的、昨日とは見違えるような 1000m の滑りです、はい、まだまだスピード乗ってますね。体を大きく使います。最後のカーブまだ乱れてません。現在トップのガルブレヒトのタイムは1分23秒81。上回るかどうかボニー・ブレア。これ間違いなく上回りますね。五輪1分22秒これはすごいですね。素晴らしい記録。ラビロワも23秒台、1位と2位、1分22秒78。今のところ2位に1秒近い差をつけています。やはりこのブレア 1000m 力発揮しました ね、 そうですね。ちょっと最後疲れているフォームですけども、まだまだ疲れていても膝の角度はまだあります。状態が起きませんよね、この風なんかのコンディションを考えますね。記録としては1分22秒7素晴らしいですね。いいですよね。カーブワークは本当にうまいですよね。最後までフォームが乱れません、はい、乱れません。女子の 1000m 最終組はアメリカのウィッティとドイツのフランジスカ・シェンク。シェンクはかなりプレッシャーかかってると思いますよ、はい、フランジスカ・シェンクアウトコース、アウトレーンからスタートしましたが、昨日この種目2位、今日はプレアと 500m 一緒に滑りましたが敗れました。ちょっと状態が動きますね。上下動くんですよね、はい、それが豪快さはあります、はい、19秒08。やはりこれがかなり無駄ですよね、シェンクにとっては。
足力はありますね。フレアとは対照的な滑りになりますね。そうですね。しかしシェンコこの姿勢の低さというのは素晴らしいですね。ちょっとこの日本の清水選手のような感じがありますよね。そうですね。ちょっと前傾がきつすぎますので、前傾よりも少し腰が落ちると、もっともっとスピード出ますね。50秒11、4位の通過タイム。さあ最後の1周。そうですね。ここまでは変わらないんですが、最後ですね。まだフォームは乱れてませんね。力強く切ります。ランジスカシェンク。常にプレイヤーを追うような形でレースをしなければなりません。はい、まだ動いてますよ。プレイヤーのタイムは1分22秒78。あと 50m。 両手を振るランジスカシェンク。ゴリン1分24秒07は第4位。ウィッティは第9位の1分25秒29。ボニーブレア 1000m も優勝。今日は500、1000と制覇しましたボニーブレア。プレアが今日は2つのレースに勝ちました。昨日も500に勝ちまして4種目に出場しまして3つ優勝という、また今年も素晴らしい成績を残しているボニー・ブレア。1000m も勝ったのはボニー・ブレア。1分22秒78 2位のラビロワに1秒近い差をつける強い勝ち方を見せました。3位にはガルブレヒト、そして日本選手では5位の楠瀬が最高。ここまで昨日今日と通しまして初めて日本選手が3位までに入らないというレースになりました。10位に島崎、11位に梶。ワールドカップ初出場の梶はまずまずの成績を収めたこの帯広の大会です。ブレア選手です。1000メートルあたりになりますと、昨日までの疲れがだいぶ溜まってくる頃だと思うんですが、どうでしたか？Yes, I actually feel a little bit better about the way I skated today compared to yesterday. But we are used to always having 4 races on a weekend, so that's pretty normal for us. Which will be more difficult is only having 2 days off and competing again Wednesday and Thursday.そうですね、昨日のレースに比べますと、今日の方が調子はだいぶ上がってきたなという感じで、大変いいレースができたと思って満足しています。でもこれからまた2日間ブランクが空いて、また新たに、レースが始まるわけなんですけれども、今度また調子を今のように上げていくのが大変だなというふうに感じています。4レースのうちの3つ1位ですが、思った通りの結果ですか？Always coming to the first competition of the season is always very difficult because you're training and mostly either within your own country, and so you don't really know where you stand against the rest of the world. And I feel very good for the start of this competition season, and I look forward to all the other competitions to come.シーズンどの年もそうなんですけれども、一番最初のレースというのは調子がまだ本当の意味で自分のペースになってないということと、それからどの程度自分のレベルが他の国の選手に比べてどのくらいの水準にあるのかというのが分からないという意味で、非常に難しい面があるんですけれども、それでもこれだけの成績を残せたということにとても満足しています。ありがとうございました。ブレア選手でした。